どうもすいませんチャンピオンズカップの結果分析です1着レモンポップ2着ウィルソンテソーロ3着ドライレーデでした結構逃げそうな馬先行したそうな馬多かったんでレモンポップが逃げるパターンはあんまり想定してなかったですねまあでも本命打った帝王ケインズに関しては逃げ馬が引っ張る流れでも対応できるということで まあ,ある程度いろんな展開に対応できる一,一番乗りやすい馬だったのが帝王ケインズだったかなと思うんですが、まあ、その中でままたた松山がやりましたね別に馬券を外れるのはまあそれはそれでしょうがないと割り切れますしあとはジョッキーの腕が足らない技術が足りないそういったことも割り切れるんですけれどもとにかく打ちつきですねもう本当に打ちつきだけはやめてくれっていうふうに言ってるように。 菊花賞のハーツコンチェルトだって内に入れなければちゃんと外に向けとけば3着は硬かったでデアリングタクトのオークスなんかでも結局慌てて内に入っちゃってるんですよねあれ馬が強いから勝ってたわけで、まあ、本来だったら全然勝てなかったそういう進路を取っててもういつも松山騎手慌てて内に入っちゃったりだとか、まあ、今回に関してももう直線向いたところでほんの1秒待てば。 レモンポップの外にスペースが2等分ぐらい空いてるわけですよねそれなのに直線の入り口で少しだけレモンポップが外に行ってそれでそこをテゴケインズ松山は打ちつきしちゃうんですよね慌ててパニックになっちゃうんでしょうねもう普通はですね一番いいのはレモンポップみたいな力のある馬が逃げててもう レモンポップは道中の感じからなかなか直線も止まらないだろうなっていう風に想像がつくとなると手応えのいい馬についててその馬の外に出すっていうのが普通なんでまあ四コーナーで一旦打ち目を回ってくるにしてもそれでもレモンポップを見て待ってレモンポップの外それだけでいい話なんですよねまずこれが一番いい形だったんですが それかもっと慎重策を取るんであれば技術的にレベルが高いようなジョッキーだったりやることあるんですが「ドライ・レーデン」の外を4コーナーで回るですねあそこのスペース空いてたんでそれだったらもっと無難というか安全策にはなるんですがまあでもどちらにしても馬券圏内には確実に来るっていうのはそういう手応えがある中で一旦 直線の入り口で慌てて打ちつきをしちゃってそこでもう失速してるんですよねテオンケインズあの打ちつきによって一旦失速してそこからまた脚力で伸びなきゃいけないっていうような形になってさらに外にドライレーデがいるわけですよねまだ外にドライレーデがいなければテオケインズもギリギリともうちょっと しっっかりと走ったと走た思いますんでドライレーデが手応え悪くなったり気象的に止まってくれたりなんかしてたらもっと楽だったんですがただドライレーデにはムルザバイフ機種っていう OL 外国人ジョッキーが乗ってるんでなかなか止まんないで、まあ、いつも言ってる通り外に手応えのいい馬がいるその内からかわすっていうのは馬っていうのはすごいしんどいんですよね。で直線の 半ばぐぐららいいままでドライレーデが頭じゃなくて首ぐらい出て首出すかねその状態でかぶされてる状態でテオー・ケインズは頑張らなきゃいけないあれはすごい馬にストレスがかかっててズブさが増すすんですよね外国人ジョッキーとか川田騎士とかオエルジョッキーとかだったらあれぐらいだったら全然大丈夫でドライレーデっていうには全然先着してたんでしょうけれども松山騎士は追えるわけではないのでやっぱり馬が。 なかなか進路どい加速ができないっていうような形まあそれでそういったことを踏まえて理屈上も説明できることなんですが考えれば分かることなんですが直線向いた時にレモンポップの内に入ろうとした打ちきをしたということこれも賢くないんですよねそれはさっきも言った通り手応えのいい馬を内からかわすっていうのは馬はすごくしんどいんですよね。 でレモンポップっていうのは力があるっていうことを分かってて簡単には止ままらないいっていうことを分かりますよね。それなのにそのレモンポップの内に入るということはもう何というかちょっと汚い言葉を言いたくなるぐらい論外のことなんですよ、ね、まあ多分松山はその手応えのいい馬を内からかわすのがしんどいとかそういったような気 競馬の基本的ななななことすら分かかっていいんじゃないかなそれか分かってるんだけれども競馬になって勝負どころとか直線になったらパニックになって真っ白になるのかもうこのレベルになると僕には理解不能ですね。まあ、とにかく、まあ、そこまで 考えられないにしてもとにかく直線で打ちつきをするなっていう話なんですよねあの外国人ジョッキーとか本当に上手いジョッキーだったら動かせるジョッキーだったらいいんだけれどもとにかく平均レベルもしくは平均以下の技術しかないジョッキーはとにかく外に出せば馬の邪魔にはならないまあ、それでこれがまた今回のテオンケインズのように一旦内に入って そこから立て直してまた外に出してっていうような形で条件線なんんかででであの形で伸びるるる馬もいいっちゃいるんですよねそれがまたこの辺の松山とか分かってないジョッキーたちが気づきにくい要因になるっていうところがあってやっぱり馬によっては反応良かったりすがるさがあったりなんかして脚力があったりなんかしてあとは能力的に抜けてればあれぐらいのロスがあっても伸びてくるわけですよね。 でこの帝王ケインズに関しても2年前チャンピオンズカップを勝った時のあの時の帝王ケインズだったらもっとすがるさ器用さキレもあったので今回のロスがあってもうちからドライレイドをかわすことができたと思います全然できたと思いますですが今の帝王ケインズに関してはその2年前のようなすがるさもキレもないのでもう本当ズずぶさ増してるんであそこの直線の入り口で。 一旦あんなブレーキ踏んじゃうと松山じゃ動かせないわけですよねこちらはパドックを見た直後の評価です1列目セラフィックコール馬は1番だけど追い込み効くかは半、まあセラフィックコール今勢いあるっていうのもあるんですが仕上がりかなり良くて例えば右回りだったら多少展開が向かなくとも突っ込んでくる可能性が高いかなっていうぐらい良かったんですが でもやっぱりこのセラフィックコールってどちらかというと右回りの方が良くて左回りははまりにくいタイプだなっていうところがあってさらに前残りの多い馬場でしたし更に更に力のあるレモンポップが引っ張ったわけですからなかなか前が止まらない追い込みがはまらない全然展開不利っていうようなところもあって不発に終わったかなというような感じでもありますね。ででもも展開不利でも 左回りの競馬があっていればもっと伸びたんでしょうがまあなんかやっぱ左回りだとスパンと一瞬の足とかもあんまり足りないっていうようなレモンポップまあまあレモンポップはまあ,あのここの1列目っていうのは4頭選べなくて、まあ、横一線っていうような評価ではあるんですがまあその中でも馬だけ見てちょっと順番つけてみたところがあってセラフィックコールが一番よく見えて。 レモンポップが2番目によく見えたっていうそれ,それは能力含めてっていうところなんですがまあやっぱり力あるなっていうようなタ体はしてるんですよねただやっぱ前奏を逃げたことによって以前のフェブラリーステークスとか使ってた頃ほどはキレはないかなっていうところがあってどちらかというとパワーとスピードタイプに少し寄っちゃったなっていうような感じはあったんですがただそれが極端ではないんで全くのインパクト 本上司というわけではないっていうような形なんでテオケインズまあまあかなハテナ昔ほどは後ろ足がスッと上がらないので衰えあり不安も他もそんなには良くはないのでやれるかもハテナということで、まあ、テオケインズはあのー、パドック見た時にですね2年前のパドック映像も見て見比べたんですよね。そ,その結果としてこういうい ふうに出してるんですがやっぱり2年前の方がですねもっと後ろ足がスッと上がっててキレのある動きができてたんですよねそれと比べてちょっと後ろ足の上げ方が重々しいというかその辺でやっぱ以前と比べてズブさが出てて鈍さなんかもあるかなっていうところなのでまあ、でもあのパワーとか能力自体はある程度キープできてるような状態なのでまあ、そういった意味ではまあ やっぱり今回みたいに余計な形で打ちつきさえしなければスムーズに内から外へっていうようなそういう競馬をしておけばまあ鈍さはあってもじりじりとマイペースで加速ができればっていうような感じだったんですがそれを余計なことして一旦ブレーキー失速するような形になったんで今回の帝王ケーインズではロスが出たところからまたスパンと足を使うことができないキレとすがる差がなかったっていうような内容。 ですからテオー・ケインズのレースの内容自体はパドックの見た目通りなんですよね。まあ、ただやっぱり外国人ジョッキーとか OL ジョッキーが乗ればその辺ある程度カバーしてずぶさを解消して加速させるということができましたんで名勝ハリオまあまあ名勝ハリオはまあ一番良かった頃ほどのキレとか雰囲気っていうのはないんですが。 それでもバランスはよくまとまとってたなそして力のある馬ですんで、まあ、そしてここまで4とここまでは選べませんっていうぐらいまあ全体的に力差がないメンバーでもあってその中でこの辺なんかに関しては褒め打つとしたらどれ選ぼうかっていうところで僕は今回はパドックでは選べなかったんですがまあ結局それでも。 まあ上の方に書いてるようにテオー・ケインズは去年よりマシなので名称ハリオと二等軸で僕は買いますっていうような形で、まあ、特にテオー・ケインズ厚めにしたっていうところを副賞も買ったんですが、まあ、松山が余計なななことしして,ていうようよ形になりましたね。2列目「グロリア・ムンディ緩いけど反応すればやれるかもはてな」。 グロリアムンディもあんまりよくは見えなかったですねあの元々ちょっと全体的にゆるい動きをするタイプではあるんですがまあ、それにしてもいつもよりも緩いぐらいな感じででも両馬場だったわけじゃないですか両馬場だと意外とこういうゆるさは問題なく走る馬もいるっちゃいるんでその辺難しいところでしたねハギのアレグリアスちょっとこじんまり微妙も自力あるので 萩のアアレグリアスもっってたたほどははよくは見えなかったです、ね、まあちょっとピークは過ぎたっていうふうにもっとキレがあった時があったっていうふうに言ってたようにそれと比べるとだいぶ落ちますし前奏はキレはあんまりなかったんですがまあそれでもある程度良い意味で余裕があっていい仕上がりだったなっていうような感じがあったんですが、まあ、前奏よりもちょっと今回はよくな ややっぱ G1 ととといううここででりすぎちゃうところがあるんですかねそれで結果としてこじんまりしちゃっててクラウンプライド目立たないけどまあまあクラウンプライドもまあいい時は目立つ馬なんですけれども目立たないっていうまあどうなんですか腰回りとか後ろの付け根回りとかその辺のボリュームとかなんかその ポジションが悪くなった時にそれを取り戻すような脚力能力とかあとは器用,器用な足の使い方ができそうそういうイメージがあればいいんですがクラウンプライドってなんか今回の出来だといいポジションを取って有利に運べないとどうかなっていうそれで超絞ボールならここまでということでまああの超絞ボールは 3頭4頭ぐらいにすることが多いんですが今回に関しては大混戦だったんであとは自力の張る馬が多かったんでなるべく手広く行った方がいいっていうようなそういったような意味もありました。で3列目アイコンテーラーもやっぱ g 1でやり過ぎちゃったっていうような感じなんですかね。 メイクアリープなど「ハマればの馬」は動画通りでありますということで、まあ、ちょっと時間がなかったんで書ききれなかったんですがまあやっぱもともと大混戦だったんであげたらきりがないっていうようなメンバーだったんですよねただウィルソン・テソーロに関しては、うん、まあハマったんで2着に来たんですがなかなか上げれないですね、まあ、ちょっと動きが大きかったですし そもそもとして今回ほど後ろから追い込んだことがなかった馬なんで急にやって急にはまっちゃったっていうような感じなのでそれ変えないですよねウィルソン・テス・オール見るときにはある程度先行してどういう競馬できるかっていうそういうイメージで馬体なんか見ちゃうんで、まあ、今回たまたまウィルソン・テス・オール出遅れたんでそれでああいう極端な競馬になってそれがはまったっていうような形なんですよね。 それで結局レモンポップが逃げたわけですがほ、まあ、本当にすんなりと花立ててすぐに隊列が決まりましてほ、まあ、他の馬たちがまあ乗ってるのとかジオグリフとかもダッシュつかないとかアイコンテーラーも調子が悪くてダッシュつかないとかそんなような感じだったんでこちらは勝ち時計と装置の細かいラップですまあ特別取り上げるものはないかなっていう、まあ、最初の 600m36 秒4 スロー気味に入れてしかも、まあ、ペースよりも対立ですよねもうすんなりとレモンポップ逃げさせてもらってるんでで酒井隆成騎手は逃げのペースメイクはうまいっていうふうにいつも言ってる通おり、まあ、上手にまとめきったなっていうところでまああのスローってほどではないんですが、まあ、最初の入りが楽だったんで平均ペースでもレモンポップ ペースっていうようよな形でレモンポップ自体がスピードで押し切るタイプなんでまあそう考えたらまああの逆にスローよりかはこれぐらいのペースそれでは右の方から一頭ずついきますメイクアリープメイクアリープはある程度仕上がりは良かったですねまあただちょっと旧車の作り方なんかもあるのと 気象的に難しいところもあるんですちょ,ちょっと頭が高く感じるというかあんまりキレのある動きができてないというか,か形がまとまっちゃってる部分はあるっちゃあるんですよね。まあただその辺後ろ足の作りとか動きですねその辺が特徴的なので、まあ、結構その何というか後ろ足回りで解決するタイプというか、まあ、スピードの乗りだとかダートの。 上手さだとかその辺なんかに関してはちょっと個性的なうまさがあるかなとは思うんですがただ瞬発力ということに関してはどちらかというと一足しかか使えなないい感じに近いかな特に右回りだと一足は比較的使いやすいんだけれども左回りだとちょっとあんまりその一足も目立ちにくいタイプかなというところがあって。 まあ右回りの方がいいかなっていうような感じありますんで、まあ、今回比較的内の方から有利に立ち回れて外には出してるんですがまあ自力で差し込むだけの切れる足はなかったかなっていう能力負けはそこまでしてないんですがやっぱパンチが足りないっていう形になったのは前が止まらないからなおさらしんどくなったかなっていうところはありますね。名称ハリオ名称ハリオは まあ前走よりかは少しは良くなって全体的にバランスは良くなったかなというのとやっぱもともと能力がある馬なんでまあ走りそうな雰囲気はあるんですがまただもっと良かった頃はもっとキレがあったのでちょっと瞬発力に関してはあんまり足りてないなというような感じさらにこの名称ハリオっていう馬は左回りだとキレるやしかほとんど使えないんですよね。右回り専門に近いようなところがあるんで まあなおさら今回は前が止まらないレモンポップが止まらない展開だと自ギで差し込む切れる足がないっていうような感じはありますね。まあ、それとまあしょうがないっちゃしょうがないんですがもうずっと内の方を通って最後も落ち着きっていうような形なんでまあせめてどっかで落ち着いて真ん中どころを外に出すっていうような進路を取れてればもう少しましな競馬にはなったかなっていうところはありますね。まあ、でも結局その、 レモンポップみたいな力のある馬が逃げた場合だと内ち目を通った方が有利ではあるっちゃあるのであのレモンポップに対して名称ハリオやメイクアリープが有利な競馬はできたわけではないんですが他の外回った馬たちよりかは名称ハリオやメイクアリープはうちの方を通って有利な競馬はできたかなっていうところはありますね。ジジググリフジオグリフフは まあ前走はふっくらとしてかなり調子が良かったんでそれと比べて今回はちょっと出来が落ちてたかなと思いますね、まあ、目立たないというか後ろ足の脚力とかボリュームとか全体的にまあそれと気難しいのと左回りがあんまり合わないタイプでもありますんでまあさ,さらにポジションが悪くなんでまあ出来が良くないからダッシュつかなかったっていうところもあるとは思うんですがまあそうですね 右回りに変変わわっったらレース内容変わってくるる可能性あると思いますねテオ,ケインズテオ・ケインズに関しては、まあ、と,とにかく2年前と比べて2年前の方がキレがあったしすがるさ器用さもあったそれと比べてま今回はそうですねおと衰えという能力的な衰えはそこまで大きくはないんですがやっぱキレとすがるさ器用さっていうところに衰えが。 あったかなと思いますんでなおさらやっぱああいう風に余計な形で打ち付けをして一旦失速してしまったらそこからまた脚力で伸びるっていうそういうまあそしてレモンポップはですね今回逃げれなかった可能性もあったわけで他に逃げ馬とか先行馬多かったんで。 ちょっとレモンポップに関しては控える競馬になって外回らされたりなんかしたらちょっと乗り方難しくなってたかなっていうような感じがあったのでそう考えるとやっぱここのメンバーで一番3着以内に来る確率が高かったのはテオ・ケインズなんですよねしかも乗りやすいっていうところがあってもう外国人ジョッキーだったらほぼ鉄板に近いかなっていうような感じがあったんですが松山なんで割り引いて考えて。 でもう内枠引いてて逃げ馬か先行馬引っ張ってくれそうな馬が何とかいるその中でうちの方から立ち回れるそうイメージするとやっぱもう一回競馬やるにしても3着以内に来る確率一番高いのはテオケインズなんですよね、まあ、ですからもう本当また松山かとしか言いようがないレースです。 ドライレーでライレーでは3着はしましたけれどもまああんまり見た目のいい馬体ではないんでパドックでなかなか名前は挙げれないんですがまあでも悪,悪くはないんですよねあのその足とか見てればだんだんとパワーつけてきたなっていうような感じはあるんですが後ろの付け根周りとかあの辺のボリュームとか。 体全体の使い方のバランスが良くないっていうところがあってなのでマイナス体重っていうところも響いてるんですけれどもあのまあ走りの内容なんか見ても分かるとおり4コーナーの手前から反応が悪いですよねその辺なんかやっぱバランスが悪いから反応が悪くなって不器用なところも出ちゃうわけであってそれが。 普通に考えると致命的なロスになったり気持ちが切れる要因になったりして馬は止まりやすくなるんですが、まあ、それでも今回ムルザバイフ騎手が乗ってたということはあとは2番手からの競馬なんで比較的乗りやすかったっていうところもあって、まあ、ドライデー自体内容は良くないんですがもたもたして不器用でっていう中でまあ あのなんとかムルザバエフ機種が持たせたっていうようなところはありますよねさらに普通だったらテオ・ケインズには先着できないんですが松山が打ちつきする大きなミスをしてしまったことによって、まあ、ドライ・レーデは外にいますんで外からかぶせる形での競馬だと外のドライ・レーデの方が有利に競馬できますんでグロリア・ムンディグロリア・ムンディはまあ 素質はあるまだっていうことは分かりますし馬っぷりなんかはいいんですがとにかく全体的肉付きが太くて太ってる感じの緩いとかではなくて体の使い方ですね動きが緩いっていうところがあってまあだからこそ勝負どころですっと反応したりだとかそういう器用な競馬ができないところはあるんですが。 まそれでもダートの両馬場だとこういう欠点があってもある程度走る馬もいますんでその辺でレース前の時点では取捨取り捨てが難しいようなところはあったかなと思いますねまあ、ルメール騎士でもどうにもならなかったまあ、レモンポップが逃げたっていうのも大きいですよねレモンポップが逃げてなかなか止まらないとやっぱり後ろからまともに競馬して刺してくるっていうのができなくなってしまうのでなおさら進路競馬になって ウィルソンテソロ・ウィルソンテソーロは、まあ、能力的には8078そこそこ高い数値つけてますしノトゥルノよりも上ですしまあ能力があるのは分かってるんですがただ先行するパターンで構想パターンが見えなかったというか他に逃げ先行馬なんかもいましたし。 まあどうなのかなというような感じがあったんですが今回は追い込んでもう今までやったことないような後方からの直線勝負っていうような形でガラッと変わったっていうような形ですよね。もうこればっかりはですねもうどうしようもないというかだってこのウィルソン・テソーロは客室転換ということで。 わざと後方から直線勝負したわけじゃなくてスタートでふわもう出遅れてその偶然出遅れてそこからの直線勝負っていうような偶然が重なってそこではまったわけですからまあ4着になったテオン・ケインズの馬券勝ってる人間からしたらそこも運がないんですよね。本来だったらウソソンテソーロ・テー あんな競馬するだか今までやったことがないのをやってそれがハマってるわけですからただ今回の競馬ウィルソン・テソールだからこそできたハマったっていうところもあって例えば、まあ、調子が良くなかったアイコン・テイラーとか、まあ、それとかノットルノとかがやっても同じような競馬できないあとはそうですねあの隣のいつも追い込んでる アーテル・アストレアアアアーテル・アストレアがウィルソン・テソーロと同じ進路を取れたところでウィルソン・テソーロほどはいい足は使えないんですよね。というのはやっぱりアーテル・アストレアの方がこじんまりしててウィルソン・テソーロは動きが大きいんだけれどもまあそれでもそのハマった時のその直線いい足が使えるイメージは湧くそういうスケールはあるわけですよね。でも そのウィルソン・テソールの動きの大きな歩き方体を大きく使えてるこれに関しては先行した場合をイメージするとちょっと不器用でなかなか上手に競馬できないかもなっていう風に反応しないかもなっていうようなイメージになっちゃうんで基本先行するもしくはある程度いいポジションを取るっていうようなイメージになっちゃうとちょっとやっぱ変えないっていうところがあって。 そしてよくもまあウィルソン・テソーロの原騎士は落ち着いてうまく乗りましたねもう後方で腹くくって直線向いてから外へのイメージでちゃんと外に出してっていう基本に忠実に乗ってるんで伸びるわけですよね。まあ松山みたいに落ち着きしたら絶対伸びないわけでアーテル・アストレアアーテル・アストレアは。 まあ、この馬なりの仕上がりにはあるんですが、まあ、やっぱりそうですねコンパクトにまとまってる分ちょっとなかなかその相手なりに走れるっていうような馬体ではないんですよね相手が強すぎたっていうところがあってまあほんと壊滅的に前つぶれになってみんなつぶれまくってるっていうような感じになれば可能性としてはあったんでしょうけれどもクラウンプライドクラウンプライドはまあ あのまあ、レース前にちょっと今まですんなりとした競馬しすぎててポジション悪くなった時にどうかっていうふうに言ってたようにまあ川崎氏は高位ですが球団よりもちょっと前の外から落ち着いて乗ってるんですがやっぱり自力で直線伸びるだけの瞬発力とか器用な足とかないですしあとは。 それだったらとということで自分で背面動いていって押し切るだけのそれだけの能力があるかというと雑な競馬して押し切るだけの能力もないわけですよね。なのでやっぱりすんなりとしたポジション2番手とかからスッと抜け出すっていうのが理想的でっていうところなんですよね。でさらに出来としてもあんまり良くないんですよね。まあ悪くはないんですけれども、まあ、やっぱもう少しキレのあるクランプライドっていい 出来のいい時はいかにも出来のいいっていうような気配出しますんでまあ、そういう感じではなかったですね。乗ってるの乗ってるのも出来としては悪くはないんですが、まあ、なんかやっぱちょっと馬として。ちょっと貧弱なイメージというかう薄いというか、どっしりしたイメージが湧かないっていうところはありますんで。 まあですから基本的にマイペースで競馬したいっていうところがあって、まあ、右回りだと乗りやすい先行できれば乗りやすいっていうようなイメージですかねちょっと左回りだとちょっと左回り得意じゃないっていうところもありますしポジション悪くなって展開も動かずっていうような感じですね。アアアアレグリアスハギのアレググリリス、スもああ、んままりよくは見えなかったですね。まあ ちょっとピークは過ぎた感じというか以前はもっときれがあって重症を使い出したぐらいの時が一番良かったかなと思うんですがそれと比べてまあ少し変にまとまっちゃってて以前ほどのキレとか迫力はなくなってるかなというところがありますで前奏そうですねきれはなかったんですが出来が良かったんですがそこから今回は出来が落ちちゃったかなというような感じ。 さらにレース展開的に逃げ馬レモンポップが残る展開だと外外回らされた馬っていうのは極端に不利になりますんでセラフィックコールセラフィックコールは一番人気を裏切りましたがまあレース前にイメージしてたダメパターンそのまんまだったかなっていう、まあ、やっぱり右回りの方が乗りやすい馬ですしハマりやすい馬ですしそれと比べて左回りだと。 器用なな足がないずぶさもたもたする不器用さがある、まあ、そしてスパンと切れる一瞬の足もあるタイプでもないのでそうなってくるとまあなおさらその前残りバ,バアでレモンポップみたいな力のある馬が逃げて前が止まらないっていうような展開作っちゃうとこういう。 セラフィックコールみたいな馬っていうのは不発に終わるというか、まあ、不発に終わったというよりかはセラフィックコール自体が左回りも問題なく自分の足さえ使ってればいいんですがセラフィックコール自体も大して伸びてないわけですよね。なので、まあ、相当展開が動かないと今回の左回りの条件では勝てなかった。 そういうふうに捉えるしかないかなと思いますんでこの左回りでセラフィックコールを本命にしたという人がいるとしたらちょっとあの多分反省するんじゃないかなというようなレース内容ですね、まあ、ただもう馬体とかすごい良かったですし今勢いあるさらに得意の右回りだとズブさ出したり反応悪くなったとしてもなんだかんだ言って伸びてくることが多いので。 まあ今回の競馬を機にちょっと走るのをやめるようになったらそういう気象難が発生したらわからないんですがまあ次右回り使う可能性が高いそういった時にはちょっと狙ってみたくなるような馬にはなってくるかなと思いますね。K.I. シェルビー K.I. シェルビーはまあちょっとやっぱ他の馬たちと比べると少しこじんまりまとまった馬体ではあるんですがまあでもそれなりに能力はあるんですよね。 ですからレース前にも言った通り外国人ジョッキーが乗ってたらもっと警戒してたっていうところがあるんですがまあとにかくその勝負どころでずるさ出して不器用さがあってっていうタイプなんでなおさらこの辺のジョッキーでは動かせないのでもっと相手関係が楽でばらげた展開で2番手とかだとなんとかそれなりに走ることはあるんですがアイコンテイラー アイコンテーラーは良くなかったですねもうパドックを見た時点でかなりしんどそうだなとは思いました、まあ、前走多いの時ですねパドックたまたま見ててすごい良かったんですよねやっぱ素スバでダートもいかにも上手いなというような感じだったんですがそれと比べて今回はちょっと馬がしぼんじゃったというかあの後ろ足の。 筋肉とかボリュームが足りなくなったような感じで、まあ、ちょっとその大一番ということで調教が強すぎた可能性もありえるかなあとはそうですねまあちょっと気象的にも多少難しいところもありますんで調整的に安定させるのも難しいところもあったのかなと思いますね。で、まあ、出来が良くなかったんでダッシュもつかなかったさらに気象難もん発生して。 展開的にも向かなかななったというようよ感じで,モレイラ機種でもどうにもなりませんねレモンポップレモンポップは、まあ、能力を感じる場体である程度仕上がりは良かったんですがでも前走逃げてしまったんでやっぱり逃げると馬って少しワンペースになっちゃうところがあるんで、まあ、レモンポップは一本上手とまではいかないにしても。 フェブラリステークスとか使ってた頃ほどのキレはなくなってたかなっていうところはありますね。まあただ能力自体は衰えはなく能力とパワーはあるそういったようなスピードとパワータイプによっているところは少しはあったかなと思うんですがそれでも直線突き放すだけの足はそれなりにはあるっていうような感じですね。まあ、でも今回の出来だと 例えばポジション悪くなって外回らされたりとかした場合だとしんどかったと思いますし勝ってた確率はかなり低いかなと思いますんで、まあ、やっっぱり逃げたたこととが良かったと思いますねあの次のことを考えると2戦続けて逃げなんかやってたらダメなんですがもうこのチャンピオンズカップを最終目標ということで。 勝つというだけだったらこれでいいわけで後先考え,なきゃな考える必要ないわけでまあ坂井隆成も差し追い込みだと不安定で今あんまり調子はよくないんですがまあでも二間に関しては以前から言っている通りある程度ペースメーカーうまいジョッキですんでまあスタート直後すんなりと花立たせてもらったことによって。 しっかりとまとめきれたかなっていうような感じありますね。もうレモンポップが花切った時点で、あとは道中の感じの時点で。まあ、レモンポップは3着以内は硬いだろうなっていう風うには見てましたし、ドライレーでのムルザバエ風騎手は思ってたほどは思い切った。早め早めはしなかったですね。まあ、早めは心がけてたんでしょうけれどもただ。 まあもう少しドライレーテの反応がいいイメージというかドライレーテがもう少し上手に競馬できるイメージだったのか4コーナー直線の入り口で反応が悪くてまあああいう反応の悪さを出すと分かっていればムルザバイフ騎手もちょっと早めに仕掛けてったと思うんですそうなってくるとレモンポップにもプレッシャーがかかって多少違ったんでしょうがまあ 結局はほとんどストレスのない形でレモンポップが回ってこれたっていうような形でありますね。で子族の馬たちも思い切ったことをしてくる馬いなかったんですがまあ多分レモンポップ距離不安とかそういうことを言ってた人たちがいましたんでそういう感覚が乗ってたジョッキーたちにもあったのかもしれないなと思いますね。まあ、それれとやっぱペースがある程度流れてましたんで やっぱりある程度ペースが流れると平均ペースぐらい作ってると後続も動きにくいわけですよねなのでその例えば逃げに関しては条件線から言ってるのはスローに落としすぎたら上手な逃げとは言えないっていう風に言ってる通りスローに落としすぎると他の馬たち動きやすくなるんでそれと比べて平均ペースでまとめきれ,れば。 高速なかなか動きにくいっていうところもありますんで、まあ、そういった意味で、まあ、レモンポップの能力を生かして坂井騎手もいいペースを作ったっていうところもあったっちゃあったかなと思いますね。まあ、とにかくレモンポップ乗りやすいですよねもうスピードとセンス器用さはやっぱ一枚上だったかなっていうところで操作性も高いんでその分まとめきれたっていうところはあるんですがまあでも最後。止ま ですから、まあ、今回だけ今回勝つだけということに関してはよかったと思いますけれどもちょっとやっぱ前走逃げたことによって1 8 0 0ルを多少こなしにくくなってたというかサスケーバーとかポジションが悪くなったらちょっと1,008このコースだと乗りにくくなってた部分はあったかもなっていう。 まあ外国人ジョッキーとかアルベルの高いジョッキーが乗ればまた違うんですがでそしてここで終わればいいんですがフェブラリーステークス次使うとしたらまあそうですねそこまで極端に割り引く必要がないのかもしれないんですが今年のフェブラリーステークスですね勝ったフェブラリーステークスと同じイメージでレモンポップを見ちゃうと多分 こういう競馬逃げの競馬2戦しちゃったんでちょっと来年のフェブラリーステークスは多少瞬発力が足りないだとかまあちょっと勝ちるるるのはは難しくなな可能性はありえるかなと思います、ねまあでも能力が高いのでまた逃げたりだとかあとはペースが流れる中でばらけて23番手とかだと乗りやすくはなるので。 そういうい競馬とかはまったりあとは馬群の中で足ためたりもできるタイプではあるんでまああんまり欠点はないタイプなんでいいんですがただやっぱあの瞬発力が落ちたっていうところはこの方が気になるかなとは思いますね。以上で失礼します